定年退職者の方、専業主婦の方に朗報です。定年退職者、専業主婦専用、YouTube で着実に稼ぐ方法が完成しました。パソコンの方は、白枠内をクリック、スマホの方は、動画下の説明欄から見れます。スマホは、動画右下の下三角をクリックすると、説明欄が開いて、URL をクリックできます。速報、錦織、2年連続のベスト8進出、世界35位にストレート勝ち、男子テニス。男子テニスツアーのシティオープン、アメリカ、ワシントン DC、ハードは、6日、シングルス3回戦が行われ、第2シードで、世界ランク5位の錦織圭、日本が、第16シードで、同35位のエル・マイエール、アルゼンチンを、6-40、6-4のストレートで下し、2年連続のベスト8進出を決めた。小雨が降り、第1セットで3度の中断がある中、錦織は集中力を切らさずに、得意のラリー戦でマイエールを圧倒し、世界トップ5の力を見せつけた。両者は、今回が通算3度目の対戦で、錦織はマイエールとの対戦成績を3連勝とした。準々決勝では、第7シードのエフス・ロペス、スペインとエス・グロス、オーストラリアの勝者と対戦する。錦織にとって、今大会は、左足の負傷で棄権したウィンブルドン以来、約1ヶ月ぶりの公式戦。初戦は、世界ランク95位のジェイ・ダックワース、オーストラリアに、2時間19分で、逆転勝利を収めていた。2013年のシティオープンは、3回戦で、M ・バグダティス、キプロス。昨年は、準々決勝で、R ・ガスケ、フランスに敗れた。一方、敗れたマイエールは、今年6月に世界ランキングで自己最高くらいとなる21位を記録。昨年ベッドアットホームオープンでキャリア初のタイトル獲得。今季はニースコートダジュールオープンで決勝進出を決めるもツアー2勝目を逃した。ファンのコメント。中断はあったけど試合自体は完勝だったね。ブレイクポイントを一度も与えなかった。サーブのキープ力が突き抜けた試合だった。ダックワース戦に比べると安心して見れたし、良い感じで調子を上げていってると思う？中断が多くて、相手選手の体力が回復する指導かなと思ったけど、今日はビッグサーバー錦織だった。完全に復調はしてな、誘うだけどマレーは敗退してるし、他のシード選手も敗退した選手が多いから優勝もあり得る。